全国のマリカーファンの皆さん、スラマッパギーどうもちはやです。マリカー8デラックスのフレンド戦で実況者フォーマンスルマッチやっていきたいと思います。よろしくお願いします。自分のチームタグは社長です。社長がついてる人が味方ですね。さあ、ではまずは落ち着いてコインを回収していきましょう。今回もね、日本代表級のメンツが揃っておりますのでね勝てるわけがないので、落ち着いてゆっくりとね、打開型って言えばいいのかな、なんて言えばいいのかな、相手もしっかりと運搬していく形で走っていきましょうね。さて、あ、バナナある、あぶね、あ、しまった。おー、待って、木の位置しか出なかったか。まあしょうがないですね。さあ、今最下位を走っている。コインが10枚になりましたね。意外と、あ、でもやっぱ 1,2 はあれなのかな、義賊さんとビクゾーさんで今競り合ってんのかな、予想だけど、どうなんでしょうか。一番後ろからゆっくりいきたいと思います。表木野さん裏スターにしたいんだけど、あれブーメラン持ってない、緑コーラもいるな。味方にもちろん攻撃したくないので、そこだけは注意ですね。怖っ。ファイアボー、ここ絶対与えたくないんだよな。まだあるか、わかんない、ここは使うか。ドンキー味方かな、あー、ごめん、味方な気がした。当たったら、当たってたよね多分ね、ごめんね。さあ、ウームチームを抜いていく。ウームチーム固まってんの、めっちゃ固まってんの。うわ、すげえ、ウームチームめっちゃ強っ。さあ、義賊さんが攻めてますね。ミサ、まあまあまあ、この展開は予想してたわ。義賊さん、ビクゾーさんで競り合っていうのは。で、ウームも強いね。お、ナイスクマモン、セアさんよろしく。これ多分1位いったな、セアさん。このアイテムの感じだと言ったな。あー、攻撃アイテム出ないか。川添さんには抜かれちゃうんで。あー、クマモン潰されたか。届け、残念。まあまあ、5位取りましたが。あー、セアさん惜しかったな。1位いったと思ったんだけどな。さて、カラカラ砂漠ですね。こっちが4、5、8、12位だったみたいなんで、打開系コースですね、これはね。どうやって走ってこうかな。もういきなり初手止まりでもいい気すんだよね。後ろ、クマモンの可能性があったんで、即投げしちゃって。クマモン、セヤさんね、セヤさんね。で、ここまっすぐ走ってても、どうせなんだよな。ビクゾーさんあたりにちょっとちょっかい出しておきたいとこではあるが。おっと、緑、これはしょうがないですね。トイレ、一回思いっきり後ろ下がろう。で、一回コイン集めて、あ、でもなんか結構あるな、コインよく見たら。あ、ここも使っちゃっていいかな。落ちてるコインねえかな。こっち行けるんすよ、知ってますこれいいよね。あ、待って、アイテム取ろう。今なんか一生懸命前走ってもどうせなんで、自分の場合は。ちょっとアイテム作っていきましょうかね。キンキノトスターが欲しいかな。お、ミラクレートか。あ、ビクゾーさんに赤コーラが運悪く刺されましたね。あの赤コーラはかわいそう。ここは使っていこう。あー、アスさんを引いてない、大丈夫、怖え。そうなんだよね、そのチーム戦でやってるから、チームの人に攻撃を与えたくないんですよね。3打フルかな。まあ、フルとしてはこの次ですよ、3の2ですよ。あるいは3の3のラストの3打なんで。ここで、あー、でもないね。俺が今最下位だから。真島さんが持ってるかどうかだな。あー、これはいいなー。このままいけたら最高ですね。一個だけ。アイテムを取りたかったんだけど、取れなかった、しまった。怖いな、これ。危ねえ、控えずに済んだ。
7位。ウルム強え。四天王も強い。社長チーム今どうなんだろう。3コースとも自分たちのチームがコース回収できてますね。コース回収はいいんだけど、このゲームやっぱ1位取らないとなかなか点がね増えていかないんですよね。おっと取れない。なんとか4位以上を目標に頑張っていこう今日は。で2位とか3位取れたら棚ごたよ。コイン集めて、さあここの運搬ですね。表キノさん裏サーだね。これキノコ使って裏サー出れば最高だ。コイン取って、パンミミさんが長弾食らったな今多分。すごい高音出てなかった。ああ順位が上がりすぎてたか。これキノコ使っていきましょう。ハンメさん持ってるのがブーメランか。次のストレートあたりで多分投げてくるだろうな。ここ注意だね。クマもうまくかわしたな。で、ボム兵避けたいんで。でも俺がブーメランの餌食になりそう、これ。ファイアボール。あれか、上か。来い。オッケー、大丈夫。うち走ってるのが義賊さんかな？どうだろうか。これは2個キノコ使う感じになりそうだな。さあ、なんとか棚ボタ2位は来ましたが。後ろ、ビクゾー参照？きちいな。とりあえず頑張って走ろう、お前。変に攻撃しようとは しません。あ、しまった。まずい。うわーっと、サンダー回避上位で出た。これは2人が1、2取りそうだな。社長チームは多分、誰も回避してないので。2個持ちはいけないと見て、ここは1個確実に行きましょう。やっぱ1位独走してたのが義賊さんか。前走ってて木野さんかよ、強いな。控えたくない。危ねえ。4位。頑張った。上位サンダー回避強え。強え。社長チームは真ん中取ってるんですけどね、4位以上がなかなか取れない。猿の惑星かな。あれ猿の惑星かな。12分の5。おお、これは猿の惑星や。あれかな、四天王チームがみんなドンキーなのかな。よーし、じゃあコイン集めていくと。全然取れねえぞ。取れないぞー。さあ義賊さんが落としてくれたコインを回収して、2個持ち交換して、ナイス来たー。じゃあコインを早々に10枚にしていきましょうね。と言ってもこの辺なさそうだなー。あ、2枚取れた、よし。で微妙ショートカットしといて。おめえバナナ落ちてるコインを取って、ここも使っちゃおうかな。ピンクダメして、赤俺じゃないね。このキノコ取っておきます。オブノトリッピーさんな、緑コーラ。パンミニさんがキノコ使ってますね。でビクゾーさん何持ってる、あれキノさん回してんのかな、あれだな。でここは普通にショートカットします。スター持っていきたいんで、まだ持っていきたいのでここは使わない。パンミニさんからの攻撃食らいそうなんで使います。やっぱり使います。3で踏んねえよな、ここじゃ。クラスとしたら3の2だと思うんすよ。ここだと思うんすよね。お、味方の社長さんが木野さん引きましたね。こいつ。で、トゲが行く。1位、瀬尾さんじゃない？うわー、痛い。キノコ使って。あー、せっかく1位取れそうだったのにな、瀬尾さんが。社長チーム。4だった。3も取ったんじゃない？社長さんが。アスさんが。
ナイス。これさ、瀬谷さん1位取れてたじゃん、今の。ほんと不運だな。社長チーム。これは今はどこだろう。圧倒的にウームかな。チームウームが勝ってそう。あ、いや、でも四天王チームも、だなぁ。あ、どうなんだろう、これ。今多分、最下位は社長チームですね。さあ、第2、第3グランプリも頑張ってまいりましょう。